周波数の関係で聞こえが悪い地域があるじゃないですか。それを今度タブレットだとどこでも聞けるっていうのが、それがすごいまたいい点だなって思いますよね。そうですね。あれはここの放送局がもうできる前に、もう町の構想の中でタブレット端末を町民の人たちに配るという話があったんですね。で、町長がもうその時に FM 放送は絶対載せますっていうことを町長自体が宣言をしていて、 FM があることによってやはりこうすごくあれがタブレットが身近になってますよね。で、いろんな人の声、富岡町民の声も聞けますし、今の状態も聞けるし、あとは毎日1日2回更新しているので、一番新しい情報が流れるということもあるので、聞く機会が多いんじゃないかなと思うんですよね。なんかそこに町民の声が発信されたのをまたラジオで紹介するっていうのもね、すぐこうダイレクトに、昔だったら電話したりとか郵便で出したりとかじゃないとなかなかできませんけど、タブレットを使いながらこう相互のコミュニケーションを図れるっていうのはすごいいいですよね。そうなんですね。あれもすごくいい。まだそこまでの使い方をこう分かってる人がいないっていうか少ないので、そこのところはラジオの時にちょっと紹介をしたりはしてるんですけど、メールじゃなくてタブレットを見てっていうのはね、他のところにはないかもしれないですよ ね。一番やっぱりご苦労されてるのはその解説の時ですか。解説の時ですね。あとはまあ運営もあるんですけれども、運営はまあ一応町の目玉だというふうに言われているので、助成金というか、まあ人件費を町の方に負担していただいて、それでまあアナウンサーとかディレクターを雇いながら、もちろん私たちもというか、お互い様センターのスタッフも参加して、で富岡町民にも参加してもらわないと本当の意味でのつながりが持てないので、そういうところでは協力してもらっています。お手紙だったり来る人はものすごい少ないんですよね。少ないんですけど、こういう仕事をやっているので、あちこちのところにみんながこうよくいるところに行くじゃないですか。そうするとラジオ聞いてるよとか、この間この話したよね、そういうことがもう自分の耳で聞けるので、あ、みんな聞いてくれてるんだな、手紙とかそういうメールは少ないけどって、そういうふうに思いますね。